っていうのがあるから、年を取るのは面白い。あの、皆さんもですね、若い頃がクライマックスだと、絶対思わないようにしてください。はっきり言って、20代、30代なんていうのは、伏線です。そのうちにですね、納得ステージが来るんですよ。人生ってね、20%ぐらいの人にとって、10代とか20代前半が一番楽しいんで、半分以上の人は実は人生40歳を超えてからの方が楽しいと思うから、だから結論です。えー、早く年を取れ えー、ジャガーさん、男性30代の方です。人生が楽しくありません。昔、プロミュージシャンを目指していて、24歳ぐらいでデビューを断念しました。なりたいものになれなかった私の人生は失敗です。楽しいことがあっても、 音楽家になれなかったという感覚がつきまとい、常に憂鬱です。今さらプロデビューを目指すつもりはないのですが、岡田さんのように何者かになり、何事かを成し遂げた人を見つけると、羨ましくて発狂しそうになります。生きるのが楽になる考え方を教えてくださいってことなんですけども、さて、あのね、まあまあまあ、ストレートに答えると、僕はあの、別にあの、何者かになったというよりは、ですね。もともと僕はあの特撮番組の美術スタッフになりたかったんですよ。サンダーバードのミニチュアを作る人になり。 たかったし、あとあのつぶれプロに就職してウルトラマンとかですねウルトラセブンのミニチュアを作る人間になりたかったんですよ。とにかく子供の頃は模型関係の仕事、それもプラモデルとかじゃなくてですねその映像に乗っかる模型やりたくてしょうがなかったんです。怪獣は嫌だったんですよ。怪獣のようなグニャグニャしたこの世の中に存在しないものを作ってですねウルトラマンと戦うというのに全く魅力を感じるですねそうではなくてあれに出てくるですね怪獣を ま戦車とかですねあと壊れるビルとかああいうのを作りたくて作りたくてしょうがなくてです、ね、本当になんかそういう仕事をやりたかったんですけども僕が大人になった頃にはですねそんな職業がもう日本では事実上存在しなくなったんですね怪獣映画が作られなくなってですね、まあ、趣味としてやってる人はあるしあと何年に1回かそういう映画が作られるかその時に集まる人たちっていうのはいるんでしょうけどももう就職口として毎年毎年何百人も まあまあもともと映画産業というのはそんなもんなのか分かんないですけどあと次はその SF 作家になりたかったんですけどもこれを言うとね問題があるか分かんないですけど SF 作家という職業も僕が大学を卒業する頃あ卒業してねえんだえ大学を追い出された頃にはですね職業としては事実上消滅していたんですねもちろん SF 作家になった人いっぱいいるし SF 作家は当時も本をいっぱい出してたんですよところがもうすでに出版店数 がどどどどんどんんどん減っっててていてといとう風な時代になってたのでですねやっぱり僕は成功してる人が年間に数人しか出ないというジャンルはですね産業として成立してないというふうに思うのでですねああこれ SF 作家っていうのも考えない方がいいよなと思ってですね今の職業というかでそこから先 SF 専門店開いたりとかですねアニメ作ったりっていうのはもう全部成り行きで流れ着いたようなところなのでこのジャガーさんのブロミュージシャンもそんなもんじゃないですかっていう話にしようかと思うんですけど多分 そういう答え求めてないんですよね。まあ、本来この24歳ぐらいでプロデビューしたかった。でなりたいものになれなかった。楽しくない憂鬱だっていう。こういうタイプの人って楽にならないんですよ。一生楽にならないんですよ。だから嫉妬する人生は多分終わらないので、ストレスの低い嫉妬考えた方がいいと思うんですよね。プロのミュージシャンになれなかった理由っていうのをなんか自分のせいにしない方がいいんですよ。実力なかったからとかですね。運がなかったからとか考えずにですね。プロになれる。力量 What? だし売れようと思えばいつでもできたとでも自分の音楽性を曲げたくなかったし自分の意思でプロになれなかったとあえて俺はプロにならなかったんだっていう風なです、ね、ストーリーをですねでっち上げた方がいいですよ頭の中で勝手にでっち上げてまあまあ人に言ってもいいんですけどで、どんなに人に負け惜しみと言われてもですね一貫して主張してるとですねまあそれなりの風格は出てくるんですよ二十代で風格はなかなか出ないですけどもうジャガーさん三十代ですからですねこれをずーっと言ってるとですね 風格は出てくるんですよね。で時々人前でなんかギターかなんかでもちょっと弾いてりゃですねあ確かにってみんな思ってくれますからですねそれいいと思うんですよあの成功してる人を見て、ま、嫉妬で気がくいそうになった時はですねあいつはメディアや大衆に魂売ったクソ野郎だと生きてて恥ずかしくねえのかという風に思っちゃえばいいんですよそれを思う権利はあるしそういう職業なんですからミュージシャンもそうだし作家もそうだし漫画家もそうだし僕みたいな配信もそうです。岡田斗司夫なんて本当に 人前で媚びてユーザーの何ならのオタクどもにこびてるだけの靴野郎だとかでたらめばっかり言ってるっていうふうに言っていいんですよそれを言うことによって心の平和が訪れるのだと絶対言った方がいいしただ言う相手を間違えたり SNS で書くともうバカと思われますからですねもうそれ心の中に散々言ってでそのうちにですね納得ステージが来るんですよ今回の話ここなんですけども納得ステージっていうのはステージが来てそれ何かっていうとですね夢破れた俺だが 今思えば。 あの恋愛も結婚も仕事もミュージシャンになれなかったのも全部このためにあったんだっていうですね納得ステージっていうのが来るんですよねまあ達観って言ってもいいんですけど最終ステージはねみんなこれなんですよ40代になると全員これになるのでですね多分あのスティーブ・ジョブズは絶対こうでしたスティーブ・ジョブズはもうそんなことずっと言ってましたしイーロン・マスクもこんなこと言ってます前の会社を追い出されたのもそうだしあなんかペイパルを追い出されたのもですねそれだったというふうに言ってますからみんなね なんかこう成功しようが失敗しようが全員他人から見て成功であろうが失敗であろうが納得ステージっていうのがあるんですね納得ステージに早く行くためにですね嫉妬するんだった徹底的に嫉妬してですね気が狂いそうになるんだったらまあまあまあ他の人間を攻撃することで自分への攻撃を薄めた方が僕はいいと思います約束の日が近づくと憂鬱になる約束の日が近づくと憂鬱になる症候群というのをご存知でしょうか予定の日が近づにににつれてだんだんん嫌ななる何気ない時にも無意識に 気にかけてしまい。嫌すぎて理由をつけてドタキャンしたくなる。が、当日になって遊んでみると普通に楽しいというものです。で、この佐賀を克服したいと思ってますね。まあまあ、予定の日が近づくにつれて、だんだん嫌になって、何がない時にも無意識に気にかけてしまいっていうのは、あのね、俺ね、わかるんだけどね。正直言って、だんだんわかりにくくなってるんだよ。っていうのは、年取るとこれ治る。 病気っていうのかな苦戦なんだよね。だから誰かと約束して直前になったら気が重くなるよしんどくなるよと約束した時はすごいワクワクしたのにとかで当日行ってみると普通に楽しいから俺何なんだろうっていうのはそれね年取ると割とも治っちゃうんだよね。 で若いうちはこの約束の日が近づくにつれて嫌になって何気ない時にも無意識に気をつけて嫌すぎて理由をつけてドタキャンしたくなるっていうのをのこの1から3の不安に耐えられないんだよで年取ったらどんどんこの不安になる感じが鈍化になってくるから人生ってね20%ぐらいの人にとって人生は10代とか20代前半が一番楽しいんでこれも本当ねでね その20%ぐらいっていうのは割とその人生勝ち組に見える人なんでね。そういう人たちの人生の頂点って10代から20代前半までで、そっから先、そういう人ってだいたいなんか30、40、50っていうもうメインの人生は楽しくなく生きてんだけども、<laughs> こういうタイプの人はどちらかっていうと40超えてから人生が楽しくなってくるんで、で、40、50超えてから楽しくなってもなんかそんなにね、はしゃがないから、 ほとんどの人はそれわかんないだけなんだ。2割ぐらいの人は10代、20代の頃が一番楽しくて、だからテレビドラマもなんかそんな風に作ってるじゃん。あの頃が一番輝いてたとかって言うんだけども、大体の人にはその、あのところが一番輝いてたっていうのは自分の中でホルモンとかがぐわーッとか出てきて、苦しいことの方が多すぎて、で、感度高すぎるから、例えば、 人を好きになる時はものすごい好きなんだけども落ち込む時は必要以上にガーッと落ち込んでこの落差が極端すぎて苦しい場合の方が多いんだよねなんか激辛と激甘両方頬張ってるみたいなもんでさ俺半分以上の人は実は人生四十超えてからの方が楽しいと思うからそれまでのは不安の方方が大きいとだから結論です、えー、早く年を取れ <laughs> ということですよね年取ったら楽しいぞこういう不安がなくなってきて昔なんであんな不安だったんだろうなって思えるようになってきて で、今不安になってる。若いやつ見るとわ、うん、か,かる。わかるニヤニヤってでてきてくるから割と楽しいのでですね。早く年を取ってください。岡田斗司夫のこの時計論人かな？ああ、ちょっとすいません。今ね時計してないんですけども、時計どこに置いてったかな？この時計のことですね。 すいません、こういう見せ方で。はいはいはい、これはあの、おっしゃる通り、ロンジンですね。ロンジンっていう時計メーカーとか、ロンジンの時計が何かよくわかんないんですけども、これはあの、僕の父親のですね、形見なんですよ。で、多分その父親はいくつも時計持ってた、あのね。 僕が小学校5年か6年の時に、ようやっとやっていた仕事、岡田市という仕事が軌道に乗って、で、金回りが良くなったんですね。で、その金回りが良くなって、親父が自分へのご褒美として買った時計が、このロンジンなんですよ。で、これってあの、金属製のバネでできている収縮バンドですね。で、この金属製のバネでできている収縮バンドっていうのが、ちょっと僕はメカニズム的に偉い格好よくて、好きだったんでですね、その時計欲しい欲しいって言ったんですよ。で、親父が死ぬ時計 にやるわっってていうふうふ言ってたんですけども小学校5年生の男子からしたらですね、親父なんてもう永遠に生きてるんじゃないのかと。だって身長なんて、親父の生まれて大正15年なんですけども、180センチあったんですよ。そう、180センチあるですね。めちゃくちゃですね、いかつい親父がですね。もう死ぬなんて考えられないんですよね。死ぬなんて考えられないんで、小学校の時の僕は。そんなの、親父より先に俺死ぬよって思ってたんですけども、21世紀を迎える前に、 ですね、うちの親父は癌ででで死んしししまいまいててすねをを通じてあのこれ欲ょっとあの、親父が覚えていてくれたことにですね、ものすごく胸に来ましたね。他にも親父時計もう一つ持ってたんですけども、それもやっぱ金色の、やっぱね、自分へのご褒美だったか,ったから、金時計が多かったんでしょうね。この、論人は金時計ではなくて、ただ単に金メッキのですね、あの、まあ、中に宝石いっぱい使ってるっていうですね、昔タイプの高級時計なんですけど、 一つのですね、時計は、金の塊をくり抜いて作ったっていう時計なんですけど、まあ、だったらものすごい高いかというと、そうではなくて、めちゃくちゃ薄いんですよね。めちゃくちゃ薄いおしゃれの時計なんですけども、多分ね、親父が買った時の値段で、それでも100万するかしないかぐらいの、高級時計なんだけど、超高級ではないぐらいの、 感じだったと思いますね。それで、なんだかんだ言って、不動産を3つぐらい所有してる大金持ちになったんだから、まあ、親父大したもんだと思います。それでも、遺産整理の時には、どん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 その遺産を整理していって、周りの人に渡したりしながら、で、会社もですね、自分の弟に残しながら、僕のおじさんにですね、残しながら、どん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 生活を小さくしていった。そんな親父、そんな、 でしたね、だから結構あの僕は生きてる時は言えなかったんですけどすごい尊敬してますね仕事をどんどん広げていってたくさんの人を食わせたっていうこともあるんですけども晩年にやっぱ仕事がどんどん小さくなっていって で、その時もですね迷惑かけないように仕事のサイズを徐々に徐々に小さくしながらせっかく建てた自分のでかい家もですね売り払ってどんどん自分の生活スペースを小さくしていったっていうところもですねよくいるじゃないですかつまり自分が建てた家だからとかですねもしくは先祖から受け継いだ家だからということでちょっと無理して最後まで維持しようとして晩年すごく苦しくなっちゃう人とか結局借金まみれちゃう人とかって割と多いんですけどうちの両親はそういうことを一切せずにですね ね、得たものは別に失っても構わないという形でですね祖先から受け継いだものみたいなものであってもそれは祖先の誰かが得たものであってそれを失うことは別に恥ずかしくも何ともないんだっていうで。それよりは後に続く僕とか僕の姉ですねそういう風なものに変なものを残さないようにっていう風に気を使ってくれたことを生きてる間はやっぱり言えなかったですけども僕もその64歳になったらですねその親父の気持ちおふくろの気持ちっていうのが彼らが死んだ年まだ20年ぐらい先 なんででですすすけどもですねねちちょょっっっとととかててきみるところがあります、ね、こういうのがあるから年を取るのは面白い。あの皆さんもですね、若い頃が人生、若い頃がクライマックスだと絶対思わないようにしてください。はっきり言って20代、30代なんていうのは映画の ABCD パートがあったら A パートです。 伏線です。面白いことあるんですけど、それ伏線なんですよ。で、60過ぎたら僕が思うのは伏線回収に入ってるんですよ。おわ、うわ、うわ、過去のこの俺の体験、俺の経験、俺の家族、こんな意味があったのかっていう大発見があって面白いなっていうのが60以降で、これは60代の僕の感想なんですよ。ところが海洋堂のですね、館長というですね、僕より1歳上の宮内専務のさらにお父さんの海洋堂の館長に言わせると、60、70は花垂れ小僧っていうね、 <laughs> だから、70、80になったら、どんなすげえ世界が待ってるのかっていうですね <laughs>、ちょっと楽しみなんですけども。